はい、ガーデンドクター TV 始まりました。よろしくお願いします。こちらはですね、ちょっと貸し農園の一角なんですけれども、まあ、すでにもう植え付けをねされているところいくつもあるんですが、ここ、ちょっとこう雑草が生えて、こんななっちゃってますけれども、こちら去年キュウリを、ちょっと私の方で植えてた畑、そのままほったらかしになってたんですが、ここをですね開墾して、でここに今回のトマトを、植え付け作業してみたいと思います。でこちらもですね、今回肥料をあげた場合、あげなかった場合で、生育にどのぐらい差があるのかなっていうのを、ちょっと見てみたいと思います。はい、じゃあちょっと周りの草だけですね、このグリーンスキット、これも、これイチゴでも使えるし、このトマト、ミニトマト、あとここにね、ジャガイモありますけど、ジャガイモの周りでも使える、そこがね、ネギ植わってるんで、菅ネギの周りでも使える登録ありますので、こちらをですね、ちょっとこのウネマの雑草がちょっと邪魔になってきちゃいますんで、これ巻いて枯らしときちゃいます。それではですね、一応畝っぽいものできましたんで、こちら8箇所あるので、手前の4つ、こちらをですね、肥料を、入れます。で、奥の4つは、肥料なしで、どのぐらい生育差が出るかなっていうので育ててみたいと思います。で、使用量なんですが、マイガーデンベジフル、こちらは、ここですね、トマトの場合、これ畑で使う場合ですね、菜園で使う場合は150から200グラム、1平方メートルあたり、必要になります。一握り、まあ、男の男性で一握り、40グラムですので、まあ、4つかみか、まあ、5つかみぐらいですね。これをまあ適当、これはもう本当目分量で結構なので、パーパーパーと巻いて混ぜ込んでいただければ、これで土作りの方は OK です。ということで、こう畝をですね、8列立ててみました。で、今回はトマトとミニトマト、これをですね、一緒に植えてみたいと思います。で、向かって右側4列は肥料を入れてあります。で、右、向かって、左側の4列こちらは、肥料なしであります。今回ねちょっと本当に、肥料って必要なのかな、どのぐらい、あげたら育つのかなというのを、実際に育てながら、その肥料の効果ですね、見ていただこうかなと思いますので、ちょっとそういった差をつけてみます。ここでちょっとワンポイントアドバイス、いい苗の選び方なんですが、まあ、こうちょっと見ていただいて、まあ、お店で購入される場合はですね、まあ、ここの双葉仕様がね、が残ってるもの、これを選んでいただく、まあ、ここはね、ちょうど全部きれいに残ってますけれども、まあ、こういうのよりは、まあ、こういうのね、方がいいということになります。で、あとは、この節ですね、この節が、まあ、なるべく詰まってるもの、ここの節がね、なるべくこう詰まってるもので、あと茎が太くね、しっかりしてるものを選んでいただければと思います。まあ、トマトの場合ね、根はまあもうほぐさずそのままでいいです。で、植えていただいて、はい、で水やりをすると、まあこれはいろいろあると思うんですが、最初にこう水やりをするときに、ちょっとここにですね、水が溜まるように、まあ、こんな感じで水をつけていただくと、最初の染み込みがね、よくなります。これをね、してないとこう横にダーッと流れちゃうので、一応こんな感じで植えつけてみます。まあこれ絶対こうしなきゃいけないってわけじゃないんですが、よいしょ。まあこうしておいた方が水が溜まりやすくて浸透しやすいのかなということで、ちょっとここに丸く水をですね、つけておきたいと思います。はい、じゃああとは水やりしていきますね。よいしょ、こんな感じで、よいしょ、ち
とね、こう水を溜める感じで、こんな感じ。またちょっともう一往復しますけど、こんな感じでね。で、水が溜まって、染み込んだらもう一回そこに足して巻く感じですね。よいしょ。まあ、基本的に地植えの場合は最初のね、植え付けの時だけ、こんな感じで、水やりをして、あとはまあ、基本的に自然の降雨で十分水は賄えます。で、夏場とかね、ちょっと乾燥が続くような時は、緊急でね、水やりをしていただければと思いますが、一回こう、ざーっと巻くと、表面が結構濡れた感じになるので、土の中も湿ってるのかなって思われがちなんですが、結構ね、土の中に、こう、水が全、ず、じ、浸透するのでね、結構時間が実はかかりますし、結構量も必要なので、まあ、こんな感じで一回巻いて、土の表面がこうちょっとね、湿った感じに見えるんですが、もう一回この水が染み込んだ後に、もう一回、もしくはもう二回ぐらいかな、足していただいた方がいいですね。今こうね、水やり、たっぷりあげたように見えるんですが、ちゃんと染み込んでるかな。この辺ちょっと一回切り崩してみましょうか、ここ。よいしょ。あ、結構染み込んでるな。あ、大丈夫かな？あ、大丈夫でした。染み込んでました。まあ、こんな感じでね、2回ぐらいやっていただければ、ちゃんと染み込むみたいですね。はい。ということで、一応畑の準備は完了しました。で、最後にですね、一応これ、ベニカ X ガード流剤、虫、病気、ね、予防するお薬あります。で、これね、こちらトマト、ミニトマトでの登録ありまして、まあ、株が小さいうちですね、植え付けの時にですね、株元に散布して、まあ、アブラムシの予防にね、使うことができますので、まあ、一応今回はこれを巻いておこうかなと思います。はい、計量スプーン、小さじ1杯で、5g。はい、これは1株あたり、スプーン1杯。ね。こんな感じで、巻いておきたいと思います。トマト、ミニトマト、植え付けをして、あれから2週間経ちました。こんな感じに育ってきております。こっちの4つですね。こっちが肥料ありで、向こうが肥料なしで、トマト、ミニトマト、トマト、ミニトマト交互に植えてあります。肥料をあげた方ですね、こちら、ちょっとね、植え付け時期がちょっとね、微妙に早くて、低温に当たったので、この辺ちょっと、低温障害出てますが、まあ、まずまず育ってきてる感じですね。もうちょっと花芽もついてきてますね。こちら肥料をあげた方ですね。で、こちらは、肥料をあげてない方です。まあ、畑にね、前の年ここちょっとキュウリ育ててたので、前年の肥料がね、若干残ってたかなとは思うんですけれども、まあ、それでも、やっぱりちょっとこう下葉が、こう色が抜けたり、この辺ね、肥料が足りないのかな。生育もね、ちょっと肥料をあげた方に比べるとちょっと、あんまり伸びてないのかなという形なんですが、まあでも地植えの場合、肥料なくても、まあある程度ね、育ってきますので、このぐらいにはなるかもしれないですね。まあでもちょっとこの辺とかね、下葉が、ちょっと黄色くなっちゃう。この辺はちょっと足りないなって感じがしますが、まあこれも、一応花芽の方はね、ついてきています。はい。で、こちらですね、こちらもですね、こちら脇芽がね、こうちょっと出てきてますので、トマトの場合はこの脇芽をね、残しておきますと葉っぱばっかり伸びてしまって実がなかなかつきにくくなってしまうので、ちょっとかわいそうな、もったいないような気がするかもしれないんですが、この脇芽はこれ、こんな感じでつまみ取ってください。もう下にね、ポイッとしちゃっていいので、これもそうですね、この脇芽、まあ、小さいうちの方が取りやすいので、気がついたら、まあ、こんな感じで取っていただいて、で、基本的にはこのまま真ん中の芯をね、一本伸ばしていく形で、一本仕立てっていうような言い方をしますが、トマトの場合、トマトとかミニトマトの場合ですね、基本は、真ん中のこのね、軸だけ残して、あと脇芽は取るというのが一般的になります。で、そろそろ、支柱を立てないと、倒れてきちゃってますんで、支柱立てをしていきたいと思います。
支柱をね、用意したいと思います。ちょうど近くに竹やぶ、あ、こう、笹かな？笹やぶがありましたので、ちょっとここから拝借して、支柱代わりしたいと思います。では。じゃあちょっと軽く枝だけ払って、じゃあこれをよいしょ、はい、じゃあこれをちょっとね、今回は笹を支柱代わりに使いたいと思います。よいしょ。なんか結構ちょっと長めになっちゃったんですが、こちらを支柱代わりに刺していきたいと思います。まあ添え木ですね。これ刺していきます。で、まあ、もうちょっと伸びてきたら、あのテープでね、あのこうちょっと誘引というか止める作業をしますが、まあ、まだ添えておくだけでいいと思うので、このぐらいでしたらね、これでちょっと添え木をしておきたいと思います。はい、ということで、脇芽がね、ちょっと伸びてきましたので脇芽を取って、であと支柱をね、ちょっと刺してみました。はい、ということで、まあ、今回はここまでになります。またもう少し、ね、あの次回伸びてきたら花芽がね、大きくなって脇芽もまたさらにね、出てきたりすると思うんですけれども、それはまた次回ということにしたいと思います。どうもありがとうございます。Sumi